はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、昨日の動画の後に、まあ、ちょびちょび試合やってて、裏でね、潜ってて、なんかレート2000に乗ったんですけど、今、ポケモンフォーム確認したら、昨日1500位ぐらいからスタートして、そっからね、昨日無敗、12連勝して、レート2000まで一気に駆け上がったんで、そのね、構築で、まあ、レート2000になって、まあ、保存をね、してるんで、レート2000で保存って言うとね、笑われるんですけど、僕、お正月をゆっくり過ごすかもしれないんで、保存します。わかんない。ワンチャン、サブロムを駆け上がったら、まあ、2ロムで勝負しに行くかもしれないけど、その12連勝でね、レート2000まで一気に行った構築、昨日急増で組んだのになんかめちゃくちゃ、うまくいったんだよね。っていうのをちょっと使っていきます。で、これは黄金のドヒド、バンギー、無動戦士したいんだけど、スイ君がゲロい。やばい。これ、スイ君どうすんの？ガチでスイ君どうすんの？ザプドス投げなきゃダメか。ザプドスから入ろう。で、ドヒドはいないと無理。無動かな。バンギを出さない。選出。バンギは欲しい。で、無動いない分、ランドロスがやばいから、対面で、サンダーで頑張ります。まあ、ドヒドで対面しちゃえばネットの3割のチャンスがあるかな。これ、スイ君がきつい。でもスイ君絶対出てくるからね。サンダーを持っていくのは正解と。対応範囲も広いからね。割と、なんとかなると思うけど。サンダーから来た。まあ、これはバンギールからってさ、ボルチェンでランドロス出てくんのさ、地獄みたいなことになるんだけどさ、なんとかなんないか。これさ、身代わりで入っていいだろう。ボルチェン打ってくんだろう。サンダー盤面に残したいね。バンギとランドロスが対面したら終わる。昨日こんなこと起きる試合、なんか全部なんか、さあ、安定行動と運だけで勝つ。ああ、放電はいいかな、全然。これはどっちみち身代わり割れるから、構わなくて。放電で麻痺も引かないから、こっちも放電をして。で、ランドロスに勝手に引いてきてくれるんだったら、それはいいから。多分ね、これ2回連続で、しかも特性の発音こっちが先あったから、相手耐久振ってるサンダーとかなんじゃないかな。これ多分同速に勝ってるんじゃなくて、こっちの方が S 早いんだと思ってるけど。まあ、引いてくるならここかな。だからいずれにしても、跳ねした状態で、ボルチェンか放電。いや、放電ボルチェンないな、これ。バンギ毎回投げていいやつな。S バー。まあこれ裏ランドロスだと思ってた方がいいだろうな。安井くんだろう。どう考えても。こんなスイ君以外裏考えられないけど。で、これ多分ダイアタック持ってる S ファンなんだよね。ザプドスにウキウキで出てくるってことはさすがにダイアタックある。じゃないとちょっとおかしい話が。ダイアタックあるやつは思念持ってないから。あー、火炎ボールなんだ。ダイジェット押したらよかったかな。ここ火炎、いや、まだ大門切んないってだけだから、多分大丈夫なんだよね。ここね、毒ぶち込むよ。トーチカから本来入るんだけど、こうなんかエースパンの出方的に思念多分なくて、水君の出がうざいのと、ザプドゼデドにしても毒ぶち込みたいって、全員毒通るから、オッケー、ザプドスに毒ぶち込める。だからまあ、こいつに毒ぶち込むのあんま変わんないかな多分こいつバンギで楽勝なタイプだから、ボルチェンない以上ね、バンギで余裕あるから、あんま、ケアしなくていいと思ってるけど。で、S も振ってないから多分耐久に熱いやつで、余計に毒でかもれるな。バンギ投げで。いや、だから耐久に振っててボルチェン持ってないって、ありえないと思うんだけど、控えめなんかな、それか。でも放電のダメージまあまあ入った気したな。わかんないわ。サンダーのプロじゃないから。あんまわかんないけど、ダメージ感覚が。放電。まあ、バンギマヒンのは、あんま良くはないけど。だまあ、サンダー見るのが仕事だからね、バンギは。羽で粘る手もないから、まあ、おそらく素直に引いてきたいと思うんだけど。
まあ、あっていいかな。S 場出てくるのもドキドキで間に合ってるし、水軍出てきた時がやばいから。あー、はいはい。これはドヒドで完封かな。舞ちゃん。これ多分、ハッチマキのラゴンより早いかな。石とかあったら番組の方が早す。いや、まあまあ、でも、いいかな。考えても仕方ない気するね。これは最悪番組捨てても勝ちだと思うけど。守るで、まあ、サイコファングなのか、エラ神なのかぐらい確認してもいいかな。エラ神。スカーフかなおそらく。でも、ウロスいないから、ハチマキ持っててもおかしくない気するけど。まあでも、いずれにしてもドヒドヒか。あと、砂を枯らしときたいから、守るでいいんだよね。ドヒドヒいて。ねえ、そう、その、保存のね、話はね、ちょ、お正月に、僕ね、日本酒が結構好きで、これハチマキだわ。家族と、こう、お正月にね、お酒を飲んで楽しく過ごすみたいな、ことをね、したりなどするんですけど、ちょ、これやばいな。意地ハチマキでしょ、これ。どう考えても強えぞ。パワーが。まあ、失敗トーチか絡めれば、毒ダメでいけると思うけど。ああ。だから S 場見る役割あるからドヒド死ぬわけにいかないな。ただ番組もまだそう簡単には死んでほしくなくて。まあ2連投地かで、なんとかなんじゃないか。ここちなみに2連投地か成功したら再生します。ねえ、そう、その、お酒とね、ポケモンのね、あれはね、めちゃくちゃ相性悪いから、どっちかしかできないんだよね。ただ、お正月をゆっくり過ごしたいって気持ちもあって、まあ、悩んでるところではあるんですけど、このサブロ、今サブロムでやってるんですよね。なんで、まあ、サブロムがワンチャン、順位駆け上がるみたいなことがあったら、まあ、まあ、みたいなことは、あるかもしれないですね。いや、ここの S 場出しがちょっときつい。どっちか読める場面だし。さっきのところ乱数で耐えて再生した方がまだ良かったかな。わかんないな。まあでも、ウオナラゴン死んで、サンダーが逆に捨ててもいいのか。そうなると。うん、サンダーがいなくても、水軍いなかったから、サンダーがいなくてもまだなんとかなるでしょ。2連投しか決まんないのは別に、そんな問題じゃないかな。こうね、2連投地下で、ウオナラゴンにじーっとしてなんとかなるの楽しすぎるな。で、そうそう、だから、まあ、記事とか書いて、早めに。まあでも、早めにって言ってもう30日だしな。まあまあまあ、その辺はちょっとね、運要素があります。どっちになるかは。で、ここでサンダー捨てる方がいいかな。ハチマキエラ神はさすがに耐えないよね。この交代際にさ、先行で打った扱いになって2倍入るのおかしいよな。だってアナライズはさ、あれは交代されたら後から扱いになってさ、ちゃんとなんか火力上がるじゃん。1.5 倍だっけ ?1.3 倍だっけ入るじゃん。なのになんでさ、エラ神はさ、交代された時にさ、上から殴った扱い。これバグだろ、マジで。マスターさん早くバグ直せよ。サボってないでさ。デバッグをしろ、デバッグを。あ、ウォドラゴンこんだけ削れて、ここ、トーチカから入ったら次再生できるかな ?84 だとちょっと不安ある。あ、でも毒ダメで死にそうかな。まあ、サンダー出てくるにしても何にしても、一回、バンギ経由できるから土俵のヒットポイント増えるね。まあ、なんとかなるんじゃないかっていう話で。相手悩んでるけど、まあ、ウオナラゴンが、多分死ぬか死なないかもヒットポイントの計算をしてって、死ぬのであれば、まあ、突っ込むんかな。まあ、サンダー引けるからね、全然。ここ、統治家か再生しか押せないから、こっちからすると。おそらく、まあ、でも、ウオナラゴンの、で、死なないんだったら、おー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 おおおおおすごい手が飛んできたけど。これ耐えるってことでしょ、それすれば。どうしよっかな。これ、バンギ捨てて、
サンダー毒毒入ってるから、ドヒドで再生と近く繰り返して、リムダメで死んでもらって、エスバを殺して。あー、まあ、時間は足んなくはないね。結構、ウオナラゴンだいぶ当たったけど、全部スカーフだったけど、ハチマキ久しぶりに当たったな。サイコだよね。サイコパス。ここだらタクだな。サイコじゃないと多分ドヒド殺せないんだよね。ここのストリームじゃドヒド倒せないから、殺しに来るならサイコ。ただ、まあ、こっちはバンギ引きもあると。ただドヒドの、ウオナラゴンのヒットポイント考えると、おそらく、ここサイコ押したいと思うんだよな。じゃないと。まあでも、バンギ殺せればサンダー通ると思ってんのかな。ただこっちダイマックスあってサンダーに毒入ってるから、余裕あるのはこっちだけどな。ここでダイマ切ってくんのね。どうなんだろう。まあ意表をついた手のように見えるけど、こっちトーチカきっちり押してるから、握手なんじゃないか。ここをまあ通してきたら強い。通してきたら結構強いけど、通してこないんだったら、こっちの方がガン有利になる。はず。だ、今ないから。あ、強いね。強いんだけど、まあ、サンダーにダイマ切って、ダイマ切った時に再生できなくなるから S バ通される圏内まで行くとまずい。この急所は関係ないかな、おそらく。ただ、雨状態でウオナラゴン死んでくれるから、こっちのストリームとか熱湯が強くなるんだよね。いや、ここでダイマ切ってくんのは予想つかなかったな。まあ、ドヒード、ただこの HP で、まあ、相手サンダーから入るでしょ、さすがに。オーデンの麻痺引くか引かないかとかで変わってくるけど。ただなるべく、あれだな。相手ここ羽かな。羽かな。トーチカから入るけど、まあ羽だよな。何押すにしても羽だん。おーっと、全然いいけど、はいはいはい。思念は若干困るけど、トーチカ連打だね。思念だったら思念じゃないか。いや、思念ないと思うけどな。あったら、ウオナラゴンであのダイマックス切るよりさ、こいつで大サイコ打った方が確実だよな。ボール。いや、思念じゃないと思うけど。さすがに。ネットをぶち込むか。そうだよね。ただ火炎ボールでこだわってくるのがちょっとよくわかんない。なんか不審だな。アメット食らえ。おら、つえ。アメネットがつえ。あー、ボール食らい続けるより雨でボール食らえて、まあ熱湯でいいか。これエースマンいないから相手サンダーの、ああ、まあこれはどうでもいい。サンダーの毒ダメのリセットできないから、眠るとかあるか？ないと思うけどな、さすがに。まあ、トーチカ再生をなるべくして、サンダー頑張ろうか。この毒、ドヒドのさ、霧の枠、毒毒にしたら、強くなったね、だいぶ。霧もね、受けるのに、めちゃくちゃ強くて好きなんだけど、やっぱ毒毒が対面でぶち込め、毒をぶち込めるっていうのが、サンダーとかにもね、無理やりぶち込めるから、強いんだよね。サンダー羽で粘ってくんのがうざいかなとは。ここダイマ行くか。放電で麻痺とか引くんだったら、いや、ここ放電だとストリームが相手苦しくなるから羽挟まなきゃいけなくて、ターン数かかるから、ドヒドのこと殴れない上に、あんま殴れない上に毒がかさんでくんだよね。で、
ここ羽なんだったらドヒドヒヒットポイント残りながらストリームストリームを押し付けつつ結局サンダーは殴れないっていう。オーデンダメージが100入ってるから、まあ、ヒットポイントそれなりに残しとけば100ぐらい残しとけば大丈夫かな。あーそもそも死ぬんだ耐久ぶりでもなかったのかな。まあ普通に控えめのシートかなのかな、わからんけど、なんかこういうノリで、そう、12連勝でね、レート2000に乗ったんで、ちょっとせっかくなんで動画にしようと思ってしました。試合時間15分くらいあって長かったから、1戦で終わります。じゃあ、GG。